おい、ワイヤーでいらっしゃい。いらっしゃい。こんばんは。いらっしゃい。楽しんでて。ワドでーす。どうも。どうもでーす。どうも。はるばる戦うよ。おい、ワダツー、みんな。ワダツー、声聞こえる？大丈夫。ラジオ放送ですが、楽しんでってください。ラジオでーす。今日は、顔出しません。暑いね、今日。すげえ暑いよ。はるばるが戦うのはね、ナーボーと柔道対決とか言ってない。リングの上で柔道ってどうなんだろうね。リングの上で柔道が成立するのかどうかわかんないけど。謎だよね。謎。つまんなそうだよね。結構しかも後半なんだよね。第5試合とかなの。前座の方でやってもらいたいよね。そういうのは。メインマッチ、俺の方が集客あるだろ。ブーイングあるかもね。ブーイングあるだろうね。だってさ、殴り合いは見てて面白いじゃん。だけどさ、柔道ってさ、どうなの？面白いのかな？リスナーさん見てて。まあね、ナーボーとか見たいっていう人はわかるけど、気持ちは。試合として面白いかどうかはまた別問題だよ。来てくれてありがとう。ありがとう。いらっしゃい。マイクスタンドがどっか行っちゃったんだよな。どこ行ったんだろう。マイクスタンドが行方不明ですね。マイクスタンドないと話しづらいんだよな。ガムテープでくっつけようかな。どこ行ったんだろう。ブーイングね。まさかのサメバーサスツル。それ、なに、便所さんがやるって言ってんすか？絶対なくない？もう絶対ないと思うんだけど。もう、マッチメイクは変わらないと思うんすけどね。今さら、ジタバタしても、もう、チケット売れてるわけだから。バタバタする時期じゃないと思うけど。喧嘩したの？鮫島バーサスするの面白すぎるだろ。リアルで。まあ二人とも行くとこまで行くタイプですからね。
今からっすか？やば。まさかの鮫島バーサス。やば。家に襲撃しに来るのかな？やばくね？大丈夫なの？捨て殺しじゃなくてリアルでっていうのが面白いの。リアル捨て殺。捨て殺しじゃないよね。武器ありだもん。武器ありだよ。バールあり、ピッケルありでしょ。鶴のシーンってうなちゃんマンの家にバール持って襲撃した人が鶴のシーンだ。鮫島閲覧2000なのに包丁して銭湯行きやがった。包丁して銭湯？マジで？マジで？やば！やっば！殺人事件？まさか鮫島ニーヤン最後の放送になるかもしんないの。懲役覚悟。あ、ロムセンさんありがとうございます。ありがとう、タクさん。アイテムありがとう。嬉しいです。ニコ生から見てるんだったら花火でしょ。そこは。なんでエビなんだよ。タケさん、ステーキか花火でしょ。視聴量としては、結構見てるわけでしょ。そこは、あれですよ。エビじゃ許しませんよ。ニコ生からってことは少なくとも1年ぐらい見てるわけだから。そこは花火でしょ。閲覧2000なのに放置ってすげえな。さすがだよな。みんな帰ってくるのを待ってるんだろう。帰ってこない可能性もあるからね。すげえな、鮫島さん。アイテムありがとう、たくさん。俺、畜能だけどなんか文句あんの？お前に関係あんの？いや、怒ってんのじゃなくて、お前に関係あんの。はい、バコー。ファンディーナいらっしゃい。俺がどんな寿命を持ってようとお前に関係なくね。蓄能率高い。どうなんだろうね。俺子供の頃から鼻で呼吸できなかったんだよね。はい、さよなら。大丈夫かな、鮫島さん。大丈夫かな。なんで喧嘩になったんだろう。心配だよね。大丈夫なのかな。死んだりしねえよな。ちょっとやだよ、これでなんか逮捕とか。これで逮捕とかすげえ後味悪いよな。なんかリスナーさんからしても。
なんで喧嘩したの？鶴が煽ったの？タイトルで挑発？サメがタイトルで。バタフライテールいらっしゃい。コラボ配信の画像でホープの画像をサメ島使ったのが原因。あ、それで鶴さんが切れたんだ。あー、はー、うん、なるほどなるほど、はー、まあ、とことんやるのかな。鶴の神は配信やってんの？完全プライベートでやり合ってんの？だって鶴の神って地方じゃなかったっけ？ポスターかっこいいよね。鶴の神って地方だったような気がするけど。何、もう家に乗り込んでんの？この大会6月の10日っすね。3ピン強そうだよね。試合はね、便所太郎さんのところで放送する。だから俺は放映権持ってない。なんだろうね、俺もよくわかんないけど、やっぱあれじゃん、なんか好きな人をディスるなみたいな感じじゃないの。そうなんだよね、ちょっと冗談通じないところあるんだよね。冗談通じない人結構多いよ。アスペばっかりだよ。全員アスペだよ。人間ドックなんだ。胃カメラ飲みながら応援します。うえーっつって。このポスターの全体はツイッターに上がってますよ。ツイッターとかネットに落ちてますよ、トラオさん、うん、プライド高いから冗談通じない例だよな。俺が？俺全然冗談通じるけど、俺はただ無礼なやつが嫌いなだけだよ、うん、まあ、プライド高いのは事実だね。全然冗談通じる方だと思ってるけど、俺は礼儀のないやつ嫌いなんだけど。俺の声で、おやすみ。
スムースフリクションっていう曲ですね。あ、鶴の神の方がサメさんの家に襲撃しに行ったんだ。サメ島さんが行ってるわけじゃないんだ。俺の声で寝てんだ。寝てるだけかな？本当に寝てるだけなのかな？シャックンはどつ、マチルダはどつ。穏やかじゃないね。あ、元嫁談笑はアウトですよ。奥さんネタ本当に怒るタイミングなんで、本当に怒るんで毎回。奥さんネタっていうかネタが通じない嫁に関しては。本当に毎回切れるかんね。毎回ブチ切れだから。大変なんだよ、本当に。入場曲は、リスナーさんが作ってくれたんですよ。で、これに変えたいなと思ったんだけど、多分ダメっぽいね、なんか。もう、これ？レクチュが作ってくれたんだよね。ありがとう。おやすみ。あ、まだ1時間も先か。まだまだ先だね。これかっこいいよね。俺をイメージして作ってくれたんだって。男臭いよね。いや、もうユニフォームも道具も全部揃えたから、あとはもう試合出るだけですよ。僕は全部用意できたから、トランクスも道具は全部揃えました。どうなるかな。もうちょい絞りたいっていうのはあるけどね、もう体重こだわらなくてもいいかなと思って、うん、昨日2月から全部見直した。何を？エヴァンゲリオン2月見直した？ツイッター？何？ごっつええ感じの DVD 何を見直したの？何を見直したの？2月から。あー、トレーニング全然違うよね。動きが全然違う。一番最初のなんかすげえ大変だったもんね。見てみようか。一番最初の
全然違うよな、確かにな。最初なんかもう見れたもんじゃなかったもん、本当に。まあ、形を成してきたよね。だんだんと。人間頑張れば変われるんだなって、3ヶ月で。本当に思うよ。どの辺からだ？トレーニング。シャドーボクシング。ドレさんと初めてのトレーニング、いつぐらいなんだっけ？あ、これか。これか。ちょっと見てみようか、せっかくだから。いや、俺一回もふざけてないけど。一回もふざけてないけど、大丈夫？ 俺がふざけたって何それ。最初ふざけてたもんね。心外なんだけど俺。全然ふざけてないですよ、僕。一回も。勝手に決めつけるのやめてもらっていいですか？僕一回もふざけて練習してないです。全部真面目にやってきました。格闘技に関しては。ほんと殺される可能性があるんで。最初ふざけてた。マジか。どう見たらそうなる？俺全然ふざけてない。見ようか。鶴の指した道で、いいから鶴の情報は。だいたいもう、あなたね、もうね、いい加減大手になってきたんだからね。もうね、そんなね、下水ね、リスナーと同じことするのやめなさい、もう。伝書鳩とか。もういい加減大物になってきたんだから。まだ抜けてない。プロリスナー抜けてない。ドレさんも体変わったな。ドレさん若返ってるね。うわ、早え。相変わらず早え。ドレさん若返ってるな、なんか。これ女できたな。女ができたわ。酔拳なんかやってないよ。まだちょっと白いね。白いしなんかちょっと老けて見える。今の方が若々しい。多分トレーニングして若返ってるんだろうね、今。まあ、この技は結局覚えられなかったね。バックハンドブローは。バックハンドブローはね、ちょっと俺には合わなかったね。ちょっと難しいんだよ、これ。やればできるって言うけどね、当たんないよ、これ。牽制には使えるかもしんないけど、こういうパンチもあるんだぞってビビらせる方法はあるかもしんないけどね。懐かしいなぁ。全然できてないもんね。なんか後ろで小さいおばさんがなんかやってる。回転系を教えてもらった。この日はドレさんと二人だけ、俺。小さいおばさんいる、もう。ここに小さいおばさんいる。かわいい。かわいいよ。小さいおばさんのんちゃんだよ。そうだ、風が強かった。辰彦さんいますよ。っていうか、初回からいますよ、辰彦さん、ずっと。ひどいな。辰彦いるじゃん、じゃあ。初回からずっといたでしょ、辰彦さん。ずっとレギュラーだわ、辰彦さん。チームどれでしょう？辰彦さんいなかった回は、タイガーの回だけなんじゃないかな。ねえ、初回からじゃなくない？タイガーの時いないよ。確かタイガーの回があるから、第2回からだよ。ヘッドギアのサイズ S とかわかんないな。これは、何なんだろうね。
サイズどれくらいなんだろう。そんなに小さいサイズじゃないと思うけど、これ。これは多分第3回だね。第3回だと思う。あ、アシグネイルじゃん、これ。これ16音声よ。あ、これリードジャブ覚えた時だ。これもう初期の頃じゃないわ。第3回だ。ローキック一発で粉砕されるって。痛かったな、これ。これ痛かったな。笑うよね。これでさ、捨て頃これで終わってたんだぜ、練習しなかったら。練習しなかったらこれで終わりだかんね。よかったよ、練習してて。こんな恥ずかしいのないでしょ。カンカンカンカーンって言って。ドクター止めてって。いや、ドクター止めてでしょ。ローキック一発で沈んでんだから。いや、たくみさんも笑ってたかんね、これ。たくみさんが笑いこらえるって相当だよ。たくみさんがね、もうね、なんかね、クスクス笑いながら近づいてきて、大丈夫かとか言って。うん。懐かしいね。はい。いや、蹴った方に、あ、蹴った方じゃないの、これは。これ蹴られてカットして、こうなっちゃったの。いや、これほんとね、足折れたんじゃないかと思ったからね。足折れたと思ったよ。何回見ても面白いな。心折れてるからね。ゆっくり退場するからね。みんなシーンって、なんだこいつっていう。弱すぎるだろっていう。心折れたから俺。いや、痛いよこれ。これも大事な経験なんだ。要はパンチで終わるんじゃない、ローキック一発で終わるんだ。やべえ、懐かしい。今大体そんな思いっきり取ってないよ。だからその今これはポイントで取ってくれてた。いや、これはブーメランキックじゃないよ。これはアシグネイルキックじゃない。アシグネイルキックもっと面白いから、自分で思いっきり蹴り込んでうわーっつって倒れる。あー、面白いな。お願いします。蹴る方も痛いよ。要はあれ、カットって防御だけじゃなくて攻撃にもなるの。だから蹴る方も足骨折する可能性があるの、うん、蹴る相手がうまく防御するとね。だからもう本当あれだよ、攻撃も怖いんだよ。いや、軽いローキックじゃないよ、芯に当てられたんだよ今。うまくあの膝当てたから俺痛かったはず、今のは。これは多分ね、リードジャブ覚えた回だね。リードストレート、左ストレート覚えた回だ。これでもだいぶマシになってるから。あ、ペニーさんお疲れ様です。花火ありがとう。どうもです。今2ヶ月3ヶ月前の動画振り返って見てますね。なんかぎこちないよね、なんかね。いや、でもみんなもこうなるんだぜ、素人がやると。まあ、俺は運動神経異常にないからな。運動神経ないやつがやるとこうなるんです。頭下げない、頭下げない。懐かしいぜ。このラウンドの方が高いので、外れてもいいから。必ず立て。応援してくれる人いっぱいいたよね。
走って逃げるって。それでもいいよ、ずっともなくても引いちゃったり疲れたら逃げろ。当たんないところで、いい、ずっともなくても手抜かなきゃ殺されてるわ俺。辰彦さんにずっと教えてもらってたらね、ドレさんと。まあ、こんな感じか。他の動画を見てみるか。トレーニング。相手の方、地下格闘技25戦出てるぐらい。結構ガチでやってる人。進化はしてるね、だいぶね。これもそうかな。あ、これは解説枠だ。総集編作りたいよね、ステゴロ終わったら。動画編集してさ。今までどんなことがあったのかっていう、その、進化の歴史をやりたいね。最初はこんな下手だったけど、こんなに強くなりましたっていう。これ5年もやってないよ。マウスピース作る枠があるから、マウスピース作る枠。この辺から格闘技やり始めたんだな。キックボクシング。トレーニング。一人でシャドウやってた時だね。で、ドレさんがこれだ。これだ。これが初だ。ドレさんに教わる。これが初めてドレさんと。そんな問題ないんで、繋がると思います。うん。中ちゃんいらっしゃい。そう。それでいい。そうだ、夜だったんだ。そうだ、一番最初は夜だったんだ。これ二人かな？そう。この日はスパーはやってないけど。全部痛いっすよ。全部痛いっす。本当に？はい、大丈夫です。だから、顎を引いてしっかり前に行きたい。てか、この頃の方がガードが上だな。はい、ガードいいな、この頃。ただこうしてるだけ。ガードいいね。忘れてるぞ、俺。この頃構えいいぞ。初心忘れてるな、俺。これ構えいいじゃん。ここに来たら。まだグローブ持ってないね、俺。ドレさんのグローブだ。初心忘れる部活のガードいいよね。ガードしっかりできてる。はい。なんでこれできてないんだ。へっぴり腰だけど。青春だな。青春すぎるだろこんなの。30過ぎてこんな青春あると思わなかったわ。腰でパンチの意味が分かった時の雑談もすごく面白かった。ああ。これがね、まだ手で打ってる。レプスで打ってる。はい、さっきの通り、これの、このドライっていうので打ってる。懐かしいな。初めの一歩みたいなの、なんか僕、ボクサーになる。いじめっこに仕返しするんだもうドラマでしょこれ。もう完全にドラマでしょ。白いところ夜中にさ、懐かしいな。つばらんの言うことが正しいよ。腰の軸が動いてる。はい。つばらのコメント見て。格闘技は、俺格闘家じゃないから、やめるっつうか、まあ、なあ。格闘技続けてどうすんだよ。俺が格闘家になって雑談面白くなるか？みんなが。閲覧取れるならやるけどさ、取れねえだろ。うん。俺配信者だからね、プロの。これかな？これもそうかな？
殴られる気満々な顔だよ。趣味でやったら。あ、これタイガーにボッコボコにされる日だ。後ろにタイガーいるもん。これ、多分最強だよ、これ。これ、リアルに出ちゃダメな人だから。あ、出た出た。もう嫌だ。記憶が蘇る。嫌な。タイガーマスクと、マスのスパーやります。マスじゃねえから、これ。殺されるかと思って。マスツーみんな。いや、だから、便所太郎さんに、あれだよ。次、出ろって言われたら、やるよ。ちゃんと一年間みっちりやるよ。次もあるよ、和道って。確約してくれんならね。ただ、勝ってからでしょ。マススパーリングします。勝ってか、勝って、便所さんが次も約束するって言われたら俺は練習するけど。もう出る機会がなかったらやらない。あ、ごめん、変なとこ押したかったし。ストリートファイトで飯食ってた人ね。4年間。ガチでストリートファイトで飯食ってた人。言わなくていいから。言わなくていいから。了解です。ヘリのディフェンス、覚えてる？はい。まっすぐじゃなくて、横方向45度に出して。とりあえず、ロードに移動でも、相手が蹴るなと思ったら、とにかく反応すごい。一番いけないのは何もしないで。おスパーリングでも二度とやりたくない。腕の太さおかしいだろ。足とか腰の太さもおかしい。ドレさんより太いんだよ。ドレさんより太いって結構だからね。ドレさんよりでかいんだよ。やばいよね。はい、ワトツでーす。はい。こう見るとタイガーが異常に強いのわかるよね。今考えると無謀だよな、これ。横幅狭いもの100…128 かな。みんな見えてますよ。グローブ買ったばっかりやな。グローブだけ持ってんのか。レガースつけてないもんね。やばい。ドレさんのレガース超かっこいいんだよな。あれ多分2万ぐらいするんだろうな。そうだよ、大阪先輩がここでリアドしたいなんて今コメント打ったんだもん。だからこの次から来るんだよ、辰彦さんは。怖いよ。体格違いすぎるでしょ。やり方が分かんないんだよね。格闘技の経験がないから。どれくらいでやっていいか分かんない。ぎこちなさしかねえな。ジャブで首がメリメリ言う。毎回。もう頭クラクラだったもん、この日。一番ダメージ残ったのはこの日だよ。後半結構力入ってくるし。マジで記憶飛ぶレベルだよ。いや、もうそのレベルだよ。猫とひよこだよ、ほんと。171 1.2 ぐらいかな。
ラスト1本全然ペースじゃないよ。なんだか金梅さんの気持ちわかるんだよね。金梅さんもこうなっちゃったじゃん。要はね、当てていいのかわかんないんだよ。どれくらいで30秒どれくらいでやっていいのか全然わかんない。何もしなかったら倒れない。出さなきゃ。格闘技の経験ないとこうなる。今のジャブ良かった。それがいい、それでいい。ジャブは距離を測るためのもの。距離が測れたらすぐ右出せ。下向かない、下向かない、下向かない、下向かない。そうそうそう、いいぞいいぞ。いいよ。避けてくれるか出せ。避けてくれるか出せ。うわ、これ。蹴っていいんだよ、蹴っていいって言ってんだろ。ワンツーロー蹴ってる。ワンツーロー、遅い。ワンツーロー、そう、ワンツーロー、もっと早く。なんだこれこれ見せられてるリスナーも辛いよな。なんなんだこれ。もう1分測るよ。俺らどうしたらいいんだっていう。インターバル休憩水飲んでいいっすよね。ちょっと出すなって少しもあの怖さを少しずつ克服していかなきゃいけないなんかまっすぐ下がったり借りてきた猫だよ。回るか攻撃するか反撃が怖いとかじゃなくて殴っていいのか分かんないじゃん人のことを。だからスパーリングですって言われても分かんないのよ。こうなんつうのその見たことがないからスパーリングってものをやってるの。どうせまた水やるんで。殴り合いの喧嘩したことない。だからよくわかんないままやってるみたいな。前蹴りの防ぎ方。どうしたらいいかわかんないんだよ。さすがに今わかるよ。どれくらいで蹴ればいいとか、どれくらいのスピードで打てばいい。大体わかるけど。この時は全く分かったよね。お、あぬんだきいらっしゃい。あの次のラウンド、少し今日、タイガーは開けないけど、触るからね。からそれを避けるなり、亀尾さんまさか田山さんじゃないよね。W でももっと腹出てるしな。でも動きはなんか多いしな。よし、スタート。それ一番前蹴り良くない？今の受け方は。出口アットマーク角道を下ん高光、回答。激鉄 W、サンタ山はもっと体でかいの W。いいよ、キャラキャラキャラ。そう、ナイスナイス。いいよいいよ、今の攻撃すごい。押して離れる、押して離れる、押して離れる。押して離れろ。体重が重くてビクともしない。絶対もうこれ。おい。ビクともしない。使ったな今の。もう一回やってるよ、もう一回。もう笑うレベルだわ。恥ずかしいわ。ガードがもうガッタガタ。ガッタガタだよ。右手を上げとく。右手上げとく。ガッタガタだよ。ゆっくりゆっくり、10秒重ねてて。こういうことあるんだ。嘘だろ。倒れたぞおい。嘘だろ。マジか。1分しか経ってないんだから。奇跡奇跡の格闘家。これはひどい。これ 100% チャンビン勝つって言われるわな。なんだこれ。うん、リスナーさん、正義の味方っていう答えは。これはひどいね。ひどい。まだ2分経ってないで。
これはもう面白いわ。爆笑格闘技特集だよ、本当に。子供来ちゃうしね。もうこうやってたらさ、打ったって当たんないんだよ。子供が集まっちゃう。僕もやる。僕パタッ。そしたらこっちも強くしてくれ。出た。これが初めて首がバキバキいったやつね。体幹がいいから体重が乗っかるんだよ。今のは痛かった。首がバキバキいったやつ。今のはちょっと入れたパンツだね。怖えよ。怖えよ、どう考えても。怖がるな、無理あるだろ。無茶だよ。脳みそ壊れるよ、これ。こんばんは。気合を入れるのと、そう、思いっきり打つのはまた違うんだ。いや、もう嫌だってなるよね。だけど、あれだけ気迫持って向かっていったら、こっちも創生手出せないの。本が出て。結局、じっとしてるから、やられちゃうんだ。こっちはもう、気合入れて打ってるときは、相手も打てない。おっさん。めっちゃ強い。ジムに通い始めたおっさん。首がガキガキですよ。ああ、面白い。はい。これはやってみないと分かんないんだよな。攻撃できるの落ち着いて見てるから。そう、距離が分かってるから。要するに距離外してるときはそんなにさ、ビビんなくていい。はい。でも距離入ったら攻撃するか防御するか2択しかない。それなのに何もしてられたらこうトントンで当てられる。ライズアップ初日のおっさんだよね。いきます。いやー、懐かしいな。これでも全部必死にやってるんだよ。これ笑い取ろうとかじゃなくて大真面目だからね。真面目に教わりに来てこれだから。実は隠れキャラだったりして。本体が一番強いじゃないか。出たらやばいな。出たらやばいっす。次に。はい、ごめん、コメント見たい。ちょっとコメントタイムにしよう。はい。バーガーありがとうございます。ドレさんやっぱ若返ってるよな。ドレさん絶対若返ってると思うわ。いや、俺ドレさんと公園でやってる時はタバコ吸ってないんだよ、実は。少なかったんじゃなくて、俺は人に教わってる時はタバコ吸わないって決めてるから。実はドレさんに教わってる時タバコ吸ってないよ。オフとか吸ってるよ、その、これから飯行こうぜとか。ちょっとストップ。オッケー。あー、あるだろうね。俺ドルさん若く見えるもん、実際。いいよ。そう、いい。あーあーって。あーって。まだ。聞いたら終わりにするから。
や、53に見えないよ。全然見えないよ。若すぎるよ。そう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 。もうやってくれてんのがサバカなんだ。逆逆逆全部逆。カメオさんの動きは確実に初代タイガーの影響は受けてる。それはわかる。何が本物じゃないだよ。影響は絶対ある。スーさんわらわらわら。ガード上げる、ガード上げる、ガード上げる。全部もらってるよ。いや、ボコボコだよ。どれさんが一番練習してんの？伸びるとかないの？最後15秒。今度はクリーチしてみろ。もう効いちゃってんだから。ゼロにしろ、距離を。くっついてけ、くっついてけ。首ついたら教えたやつやってみ。3秒。はい、はい。タイガー懐かしいな。まあこれがだいぶ初期の頃、今のが第1回ドレさんから教わったやつで、そんな感じだったかな。ちょっと恥ずかしいけどね、自分で見てて。でヒカルくんとやり始めてから変わったんだよな。ちょっと自信がついたのはヒカルくんのおかげなんだよね、実は。ヨレヨレだったね。これがだからあそこから1ヶ月ぐらい経ったぐらいがこれだね。あのタイガーとやったのが1、2ヶ月ぐらい経ってるかな。そうそう、郡山編で、なんかね、そのあの無料で得点をつけます。自分でその考えながらやって、まあヒカルくんな、環境が良かったんだよね。やっぱそのヒカルくんも素人、俺も素人で、なんかそのなんつうの、素人なりのシンパシーっていうか。そうそう。で、サンドバッグとかも初めて蹴らせてもらって、ここで。うん、で、だんだん分かってきたっていうか。やっぱ、シャドーボクシングしかやってなかったから、分かんなかったんだよ。うん、これはいい汗かいたよ、ヒカルくんと二人で。ここがターニングポイントだったかな。めちゃめちゃ練習してたもんな。サンドバッグ蹴ると痛いよ。あ、でも楽しかったな。これは行ってよかったと思った、ヒカルくんところに。お世話になった、本当に。いやー、どうだろうね。わかんないよ。うん。もし出るのが決まったら練習するけど。うん。第2回あったら出たいと、出たいと思ってるけど、俺は。でも勝たないとね、やっぱり。そんな負けてさ、
みすぼらしい試合やったらさ、客もしらけるでしょ。ワドを呼べよって言うさ。体しみます。ワドを呼べよっていう風になんないとダメだから。そう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 、青春って感じで。なんかほんと漫画見てるみたい。自分で。郡山編見てみるか、もっと。あれが多分ね、スパーリングやらなかった初日なのかな。ね、3ヶ月目かな、今。3ヶ月目かな。うん。いいよって言ってたよ。マジか。うん。この辺か。スパーやり始めたのは。これはあれだね、約束稽古だね、スパーリングじゃなくて。スパーリングやんのかな、これやってるね。いや、ヘッドギアしてないな。 やらないのかな。綺麗ってこと、それとも弱点っていう意味で。あ、つけてる。やれな、これ。スパーリングなんかしたら死んじゃうよ。殺す気か。筋肉体力差考えろ。これがだから82キロぐらいだね。殺す気か俺を。体重思いっきり増やしたの。まだ始まんないじゃん。やるな。タル君強いよ。パンチ当てられた。頭に来るとかじゃないね。本能が。本能、なんか動物的になるって言ったらいいのかな。気がついたらビビったりとか、気がついたら行かなきゃって思ったりとか、アドレナリンがカッと出る。怒るとかじゃないんで、頭に来るとか。感情じゃなくて、もっと原始的な、動物的な本能みたいなのが出る。まあ見てるとわかるよ。見てるとわかる。あ、ここで切れたなっていうのが。切れたっていうか、怒ったっていうか、なんか、体が、なんか。お願いします。そうだね。この頃はもう慣れてるでしょ。お互いパンチ当ててるもんね、ある程度。ヒカル君と相性がいいんだよね、なんか。このヒカル君も言ってた、先輩にボコボコにされてるだけだったって。全然違うね、変わり始めた。この辺から変わった、やっぱり。これはね、コンタクトレンズ外れたんだよ。飛ばすか。これヒカルくん、ヒカルくんだね。3倍目ヒカルくん。
構太った。いや、これが太ってた時だね。今痩せたよ。82キロまで増やしたんですよ。今絞って6キロ落とした。起きちゃった。この頃からなんか急激に格闘技が面白くなったの。この辺からだね。なんか体動かす喜びみたいな、なんかこう強くなって楽しいって思うようになって、もっとやりたいって思ったのはこの辺から。もっと強くなりたいっていうか、もなんかね、技とかが体が覚えてくると楽しいんだよね。すごい当たると思う。俺32歳になった最近。1週間前かな、5日前だ、5日前32歳になった。ヒカルくんの3個上かな ?2 個上か3個上。きついっすよ。チャンスだったね。でもね、ドルさんが53歳で戦ってるから年齢言い訳にできないよ。みんな年上だもん。うん、年齢は言い訳にできない今回は。まあ格闘技の体を成してきたのこの辺だよね。この辺からなんか、あ、格闘技やってるなっていう感覚になってきたね。で、一番体のキレが良かったのこれか。ちょっと待って。あ、つながった。これが一番体のキレがいいやつ。おそらく。これが何日だ、これが5月9日だから何日前、15日前、2週間ちょい前か。でこの後ダメになるんだよな。強えわ。この後さんのパンチ、ちょっと早めのパンチ2発ぐらい見せてもらったんだけど、この辺は調子すごい良かったなって自分で。体が切れてるっていうか、最低でもこの動きはしたいんだよな。あ、辰彦さんびっくりしてたよこの日。辰彦さんびっくりしてた。若返ってるね俺もね。ドレさん若返ったわって言ってるけど、俺も若返ってるな、こう見ると、普通にフットワーク軽いよ。距離感がいい。インローが冴えてる。痩せると違うね。この辺はでもまだダイエットはしてないよ。ダイエットしてなかった頃の方が動きいいんだよね。体絞ってからおかしくなったんだ。普通に運動だけしてりゃよかった。飯単独って。普通にフットワーク軽いもんね、初期と比べるとね。
あ、鮫島さんが今日死ぬことになったんで、あの、明日の企画はなしで行きましょう。鮫島さん今日死ぬかもしれないんで。社長が逮捕されちゃうかもしれないんで。明日やる？やろうぜ。よいしょよいしょ。全然動きちげえな。サメ島さん今鶴の神と包丁持って殺し合いやってるから。おお。これでパンチもありますね。まあ、キレがいいね。この動きはなぜできたんだろうな。精神的なことも結構あるから、なんだかわかんないんだよね。精神面、その、メンタルと体と技術とっていう。なんかその日乗ってるとかさ、その日乗ってないとかあるんだよ。多分ね、ウォーミングアップが短いんだと思うんだよね。これって2時間ぐらい走ったり、シャドウやったり、ミッドやったりした後これやってるから、多分ね、体温まってないんだと思う。日曜日。ウォーミングアップしてからやんないと。もう一回測り直してもらっていいですか？体が温まってないとダメなんだよ。いいですか？はい。今日はもう寝るよ。うん。ある程度雑談終わったら。表を教えていただけませんが、僕のオフィシャルホームページにあの書いてあります。僕のホームページ見てみてください。これがカウンターか。バキバキバキっつって。うん、ゆっくり休めよ。プロテイン飲んで寝ますよ。あれっすね、船浮かなくてもこの威力出るんですね。もう合わせだけ。はい、ちょっとバキバキ言いましたもん。危ねえカウンター。これ振り抜かれてたら倒れてたな。失神してたよ。確実に泡吹いてた、これ。おっしょぶー。カウンター怖えよ。いや、これ軽くチョンって合わされただけでバキバキバキって言ったの、首が。で、振り抜かれてたら確実に泡吹いてた。うん。マッサージちゃんとやれよ。ネットで、いや、俺のホームページはあれだよ。ふわっちの、プロフィールページに書いてあるよ。URL 載ってるよ。俺のホームページは。ノーガードは、昔の。僕のダメっすね。こんばんは、トビーさん。バックステップ得意なんだけど、リング狭いとバックステップ使えないんだよね。うん、これは、15日前ですね。
今ね、あの1から3ヶ月前から振り返ってみてたんですよ。3ヶ月前から、うん、よし、よし、聞こえないですね。聞こえないですね。今リンク URL 貼ってくれた人いたよ、フグ先生。まあこんな感じっすね。こんな感じっすね。まあ成長はしてるね。強いか弱いかはさておいて、強いか弱いかはさておいて、まあまあまあ強くはなってるんじゃないですかね。だいぶ良くなってきましたね。顔出しは今日はいいや。俺今すっぱだかなんだよ。すっぱだかだからバンになっちゃう。成長はしてるけどガードが心配。うん、ガードはね、俺低いんですよ。これ絶対上げないと。ガードはね、低いんです。全然ダメ。そうなんだよ。めちゃめちゃいいところで、一番前にしてくれたんだよね。俺正直こんないいポジションでポスターすられると思わなかったから、ど真ん中のセンターにしてくれたんだよ。金梅さんとかにすればいいのにね。やっぱあれかな、顔がかっこいいからかな。うん、イケメンだからだろうね。うん、これ顔がかっこいい順に並んでるんですよ、多分。だ、便所さん一番後ろだもんね。俺の前にヒカルくんいるじゃん。青山なんか外国人カマセ犬ボクサーみたいでいいよね。これカマセ犬だろみたいな。私の国貧乏。私ボクシングしかない。村に水道引く。私国のため戦う。ワードを倒す。知らない。2試合やりな、目立ちないんだよ。うん、目立ちなかったんですよ。国のファイトマネーを狙って日本に来たんだよ。ファイトマネー、お金欲しさに。なんでこいつだけこんな写真なんだよ。全然青山っぽくないもんね。うん、年々違う。もうね、グラップラーバキとかね、初めの一歩とかずーっと読んできたけど、全然役に立たない。うん、ジャブなんか普通の人打てないよ。うん、いや、実際さ、素人の荒野のパンチ一発も当たんなかったじゃん。見てみる？素人の荒野のパンチが当たんなかったはずなんだよ。うん、だから3ヶ月だけでもやっててもそれくらい技術の差が出ちゃうと、もちろん体格の差とかもあるんだけど、技術の差がでかい。どんだけ強く蹴られても芯を外せるから痛くないんだよ。全然脅威じゃないの。いくらでも蹴ってみろよって感じで。余裕？荒野どこだ？これか。全然怖くなかったね。お疲れ様でーす、ドンさん。どう？やる気は？あ、カズレチェ！ぶっ飛ばしたよな。うわ、当時がもう湧いてる。いいか、いや、若い。今のやつの中だけです。お前が思ったんだよ。男らしく密着してろ。はい、差しで。
男なら刺しねえやろ。いや怖くないけど、やっぱ蹴りは強かったよ。蹴りは強かったんだけど、弱くてもいいんだよ。スピードがあって芯に当たれば効くんだよ。そのキックは出せない。この服いいよね。本気で行くよ、お前殺されちゃうぞ。はい、よし、じゃあ行きますよ、皆さん。皆さん、ワドだよ、俺。よーい、スタート。おー、おー、おー、初っ端から、おーい、おー、いいぞ、おーい、おーい、おーい、いいぞ。あ、もう捨て身で行く。すげーな、捨て身で行く。ちょ、マジで来いよ、マジで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 、すげー、こいつ本じゃあるぞ。おー、こうなるんだよ。だから荒野は本気でやってるんだよ、これ。もう怖くない。何秒？いや、一発も当たってない。何秒？今1分20秒。あと40秒しかない。あと1分20秒。何発も蹴られてるな。日本なんでよくない？でも、効かない。がむしゃらにやってたよ、こうや。ローキック狭いってる、大丈夫か。はい、ラスト1分、ラスト1分行きますよ。これ、頑張れ。これは格闘技のブランドっぽいね。なるんだ。うん。やられてもいかないとね。格闘技の基本だよ。あのね、攻撃が当たる距離って自分ももらう距離なんだよ。だからその間合いに入るのがすごい怖いのね。その攻撃が当たるイコール倍返しでもらっちゃうのね。先に仕掛けるの怖いんだよ。勇気がいるの。乗ってくると大丈夫なんだけど、そう、流れみたいなのを作らないといけないの。おまけ悪くないんだぞ。うん。ポイント的に同点だ、今。あ、ごめん、ごめん、ごめん。なんでガレキと。それがね、学べたのはでかかったかな。これが、ボクサーの言う距離感かっていうか。うん。俺はね、本当はボクシングルールでやりたかったの。蹴りなしでやりたかった。でも、青山の条件がキック出したいっていう。俺は本当はボクサーやりたかった。コンビだぞ、コンビ。力頭振れ、頭振れ。じーっとしてないで、少し頭振れ。そうそうそう。体大事にする。そう。そうだそうだ。ワード目標、もう一発じゃないぞ。そういう単発じゃない。手から行く、手から。蹴りがあると難しいんだよ。だからちゃんとカットしないと。もろを効いてくるぞ。はい。蹴りで終わったらよかった。蹴りで終わったら。つかできる前。へえ。いや。ローキックのカットが内に入るから持ってられちゃうんだ。意外とだから、はい、こんな近い距離で殴り合うのって思うよ。イメージは手を伸ばした時に、手を伸ばしたところに相手の顔があると思うと分かるよ。超近いよ。見合っててもしょうがないぞ。手伸ばしたところに相手の顔があるぐらいの距離だよ。目の前にいる感じ。殴り合ってる距離は。いいぞ、いいぞ。そうだそうだ。
おいいよいいよ、それ技術あんだぞ。払っていくの力すぐ使えた。今のコンビネーションもいいぞ。はいはい、力スイッチ入れろ。膝で膝、膝で膝、膝で膝、左そうくんだ、左だよ。光くんは左と右が分かんない。背中を攻撃しちゃいけないの。こっちの時代今だ。もう一回作る。まあ勝てないだろうね。まだまだいいんだよ、時間。まあ勝てないと思いますよ。同じぐらいのキャリアと同じ体格だったら勝てないと断言できます。ポイント的に同点だよ今。あごめん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 。なんでガレキッド。ワード今日悪くなかったぞ。なかなかいいテクニック。後ろにガンダムいるわ。ガンダムがリングインする。これもスタミナの練習だから。ヘッドギア、頭でかくて入らなかったの。まずちょっと一回休み。ガンダムでしょ。キンちゃんはスパーリング形式で攻撃してきて、攻撃の練習。面白いよね。ヘッドギア入らないから。なしで。いやいや、なしで。それでも、きっつよねっす。まあいいね、多分大人用だけど。ヘッドギア入らないってすごいよね。いや、みふみふさん、とんでもない。ぜひフォローしてください。うん、動けない。面白いね、金梅さん。スパーリング形式の攻撃の練習ね。よし、行きましょう。あんて。ショペンさんいらっしゃい。いや、楽しみだな、試合。何回見ても面白いもんね。いや、フォームが異常に綺麗な、ボクシングの。すごい綺麗な。倒れないよそんなの。この金梅さんの気持ちわかるんだよ。俺と全く同じになってるでしょ、うん、絶対当たらない距離でパンチやってポコンって蹴る。これはさっきの俺だよ、うん、つまり何が言いたいかっていうと金梅さん練習してないってことだ。金梅さん全く練習してない。3ヶ月前の俺気持ちわかる。でも金梅さんすごいフォーム綺麗だよ。蹴りも強いし強くなるよ。シャツのアイロンってめんどくさいの知ってる？実は青木のシャツ干すだけ。そうそう、ナイス。1分経過。なんでよけてるおいおい、もうデビルキック炸裂してる。おい、ミドルキック、ミドルキック、ミドル、おい、1回、おい1回、おい1回、おい、そう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 、すごい良い感度。フォームが綺麗よ。これぐらい外踏んでいいんだよ。おい、当日どうなんだろうね。誰でも追加 OK だけど、メッセージくれた人しか許可をしてない。ふわっと来た〇〇ですって書いた人だけ。だから俺にメッセージ送ってない人は電話できない。メッセージも俺に送らないと意味ない。
しっかりってこと、ね、倒すつもりで、そう、からローキック、パンチからローキック、あ、いい蹴り、あ、いいよいいよ、ナイスロー、はい、あ、聞いてちゃった今日倒れたら面白い、聞いてちゃった、歩けない、多分綺麗です、かなりが最高、体幹トレーニングやってるのにやっぱりよろけちゃうね、ちょっとね、これやり込んでからと、あっちのジムでどんどんスパリングやっていかない、はい、タツヒコと、はい、ワド、はい、俺とタツヒコさんか、タツヒコの使い回しが激しい何かっちゃうタツヒコ、タツヒコさんほんと強えかんな、この人もガチの地下格闘技、俺いや試合行くときチケット買って見に行こう、本気の達彦さん見てみて、めちゃめちゃ強い、いや、ゲロ毎回吐いてる達彦さん、スタミナはない、達彦さんスタミナ練習大嫌いの、筋トレも大嫌いの、意外と筋力ない、あそこのコーチいいコーチ、だからテクニックとそのなんつうまいの、とにかくテクニックがあるの、だからスタミナ俺よりないよ毎回ゲロ入ってるから。この前の日も、前の週も入ってたもん。はい。いや、あのね、瞬殺系なの、なんでかっていうと、地下格闘技って基本1ラウンドなんですよ。だから、3分間だけフルでマックス出せればいいの。達彦さんは3分、ウルトラマンみたいな存在なんで。3分間だけめちゃめちゃ強いっていう。もう、その3分に特化させてんの。地下格は基本的に1ラウンド3分だから、それで終わり、今日調子いいんだから、そのままコントロールして、あんまりこう真っ白になってわーっていかないで、はい、さっきみたいにもう羨ましいよ、出せるんだから、俺ら3ラウンドやんないや、インローも地獄だよ、けられないんだから、はい、3ラウンドの地獄はね、多分普通の人には理解できないと思う、タイミングを合わせる、おー、レイコさんどうもどうも、試合頑張ります、いや大変よ、3分3ラウンドはな、みんなさプロボクサーの12ラウンドとかに慣れすぎなんだよ、もうちょっと言ってよな、もうちょっと言ってよ、スパリングなんだから、カウンター狙ってんだ、仕掛けて打たれないとこ来ないから、 That's me、 ポンって入れてやったら少し早めに、そうそうそう、そうやってローキックのカットができれば慌てる必要ないんだよ、今みたいにもったいない、相手バランス崩してるんだから、カットしたらすぐ攻撃なんだ、おい1分経過、そう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 、当たったらそこにいない、ヒットアンドウェイね、あと3分はね余裕、要はね、あのね、なんていうのかな、これは僕と達彦さん、このカラーシャツが僕です、そうそう、わざ絶対ナートリ3分はさ緊張感ないじゃん、跳ねてるだけじゃん、違うんだよね、いいなんつうの、縄跳びを3分跳びながら、なんかね、槍で疲れる感じ。その槍を避けろみたいな。攻撃してくるから。あ、違うな。槍じゃなくて、縄跳び3分しながら、バスケットボールが四方八方から飛んでくる感じだ。ぶつかったらダメージ食らうと。いや、そういう体力の減り方だよ。そういう体力の減り方、要は攻撃されながらずっと運動してるみたいな、うん、だからそう考えると9分長いの分かるよね、緊張感とか精神面がすごい試されるの、冷静じゃないといけないし、熱くなったらもうダメなの、いいじゃないか、
熱くなったら終わりなのは避けらんなくなるから。冷静冷静、痛くても冷静。いいよ、まだ良かった。いいっすね。レベラーを続いてやればどうってことないの。はい、じゃあ、キンちゃん使う。はい、常に冷静。そう、冷静さが難しいんだよね。始めます。うまい。ボディから顔面、うまい。そうそうそう、テーマテーマ。うまっ、早っ。これトップギアに入れたね、スピードは。スピードトップギアなの。PC Mac じゃないですよ、Windows ですよ。Windows、Windows、レイコさん。Mac も持ってますけど、最近 Windows の方がやりやすいです。うまい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 、はい、Windows ですね。ちょっとロープ緩いんで、ちょっとだけ危ない。やっぱ動き違うね、うん、動き全然違う。動画ね、あの Mac でも流せますけど難しいですよ。 Mac の場合は、なんだっけな、Mac の場合はなんだっけな、カムツイストで検索してください。カムツイスト。カムツイストっていうフリーソフトでできるようになるけど、相当パソコン強くないとできないです。パンチは見えてますよ。もちろん見えないパンチもあるけど、上手い人はね。もらってるパンチは見えないパンチ。避けてるパンチは見えてる。むしろね、見えてるのが避けられなかった。あ、メニカム相性悪いですね、マックと。あれがいいっすよ、カムツイストがいいっす。カムツイスト900さ、100、いけ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 、おい、やっくな。痛いのはみんな痛い。はい、カムツイストが一番使いやすいですけど難しいです。マックはカムツイストが一番いいです。なかなかワード良かった。ワードさん綺麗ですね。あれぐらい期間もね、落ち着いてるといいんだな。あんまバタバタしてない。いや、吐くよ、普通。もうあれだ、聞いたの。吐かない方がおかしいぐらいだと思った方がいいよ。こんだけベテランの人が吐くっていうレベルだよ。だから、走れとか練習しろとか言われてるけど、あの、リスナー絶対そういうこと言ってる人は全員吐くと思うよ。うん、本当に。同じ練習いきなりやったら絶対吐かせる自信あるもん。絶対吐かせる自信ある。へばるけど吐かないよ。はぁはぁ言うけど吐かないよ。マジで俺が、全くの素人だよ。全くのニートたちが、俺と同じ練習2時間やったら絶対吐く。ゲロまみれにする自信あるわ。顔に当てな。もう光るでも、打ってきな。絶対持たない。そこまで踏み込んで当たるよ。今良かったっすよ。軽くうまい。軽くガードが硬いのがいいよ。
金前さんはなんか構えがかっこいい、ボクサーみたいな。右ストレート当ててごらん。肘と膝怖いよね。鼻血は前回も出てますね。鼻血毎回っすよ。今の距離分かったよ。だから鼻噛むと鼻折れてるし。1分経過。むしろもう鼻血なんか気にならなくなったもん。鼻が痛いとかなくなった。毎日だから。スパーリングの日はもう鼻折れる覚悟でやってる。なんか気にしてらんない。折れる。冷静に考えて折れるに決まってるよな。右ストレート当たろ。何回でも出た。うなちゃんマン出るってなったんですけど出ないみたいですね。なんかもう嫌になっちゃったみたい。右ストレート。おとといあたり出るっていうか、まあゲストに見に行ってやるよってなったんです。出演 NG の人がいたの。膝を人の顔面に、今殺す覚悟ですよ、正直言うと。要は、だから言ってんの。俺さ、いつもさ、テレチャンピー練習しろ、殺すぞって言ってんのは、あれネタで言ってるんじゃなくて、本当に本気で膝振り抜いたら殺すっていうのはわかるのよ、自分で体感で。首の骨折れるなとか、本当にちょっとガード間違えると本当に折れるんだよ。だけど俺は撃つよ。テルチャンピンに向かって本気で膝上げるよ。だから怖いから練習しろっつってなの。俺はやるからな、チャンピンって。責任取らねえぞって。俺は、俺が怖いから言ってるのよ。俺はやっちゃうから。そう。なんか、虚勢を張ってると思われてんだけど違うんだよ。あいつが前かがみになった時思いっきり膝突き上げて、で、首、顎から首バキバキっていくよ。本当に多分骨折すると思うよ。いや、それは首相撲とかやられ、自分がやられて、何回もやられてるから分かるのよ。あ、死んだって脳が教えてくれんの。あ、お前死んだよって。うん、膝は、ガードできなかったら死だよ。怪我とかじゃ済まない。障害に残ると思うよ。俺らはそういうルールで戦うんだよ。マジで怖いよ。男の人だったら分かるはずなんだよ、その怖さが。うん。だって自分が同じことになったら相手も同じことするんだもん。これ東京です、東京です。おい、おい。そんなに怖いことないよね。下手したら死ぬんだもん。死なねえよって言ってる人いるけど、ボクシングでも死んで例って何個もあるんだよ、歴史上。格闘技って本当に死ぬんだよ。練習してないみたいよ。うん、喧嘩で十分だって。俺みたいな弱っちいのは喧嘩で十分だって。まあ、リング上がったら分かんない。本能で戦うもん。考えてる余裕ないもん。もう考えてるんじゃなくて反射だけで戦ってるんだ。
おい、久しぶりっす。反射と反応のみ。考えるのは練習の時とか、日々の積み重ね。まあ、こういう時だよね。動画見て、ここ甘いとか、これ盗もうとか、もっとガード上げようとか。本番は関係ない。もうだって練習してきたことしか出ないんだもん。その場でこれやろうなんて無理だよ。ドレさんは格闘技ね、25年やってるんですよ。だからあのヒクソングレイシーと船木の試合あったじゃないですか、レイコさん。あれヒクソンに交渉してるのはドレさん。ナイス。ドレさん、あのスペイン語と英語できるんで、通訳もできるんですよ。だから格闘技界の裏でいろいろやってた人ですね。一番うまいのはドレさん。まあ動き見たらわかるよね、素人でも。蹴りが違うもんね。全然動きが違う。残り10秒。多分ベンドさんより強いと思うよ。5、4、3、2、1。やっぱ強い人は優しいんだよ。うわ、マジでマジで入った。あの左の回し蹴り痛いよな。会長は34歳。34、優しいですよ、ドレさん。かっこいいし、ただ女にだらしないんですよ。会長すごいよ。俺会長にだってボディで倒されてるもん。めちゃめちゃ強い。若い女にだらしない。強くて紳士で頭も良くて、でも若い女にダメ。弱い。あれ見えてる。大丈夫か。あれ緑になっちゃった。見えてる。あれなんかおかしいな。バグった。飲むクイック感触ヨーグルスタンド。だらしないから一人で。いや、53歳でね、20代の子と付き合おうっていうのが無理があるんだからね。ドレさんね、こんだけ格闘技上手くて頭いいのにさ、なんで20代の子と付き合おうとしてんのかよくわかんないよ。現実味がまるでない。ちょっと待って、ボラギノールの CM みたいになってる。ないこれ。ボラギノールみたいになってんだけど。なんだ ?YouTube 調子悪いの。ん?ちょっと。それ言い過ぎとか言って。ちょっと言い過ぎたかも。あれ。あれ固まった。なんか調子悪いな。映像と音声来てます？皆さん。音来てる？あれ？こっちも固まった？あ、ダメだ。映像と音声来てる？この人綺麗な人だよな。配信は問題ない。若いのはおばさんに行く。僕、彼女あれですからね、47ですからね。お姉さん大好き。ただ、いつもみたいに囲いがない状態で永遠にさられたりしないから。前に聞いた。お姉さんが大好き。あ、元カノの話です、今のは。元カノの話。足揃って、足揃って突っ込んじゃったから、足揃ってなくて、これで突っ込んだらあかん。
うん、いや会長の金的金的が当たっちゃって。喧嘩しちゃったんですよ。うん、そうなんですよ。喧嘩しちゃいました。動画を上げてくれたら。会長キャラクターめちゃめちゃいいんだよ。なんかね、もうコメント欄で女が前目の前にいるから刺さってるとかでずっと書かれてて、すげえ笑った。会長めちゃめちゃ強いのにリスペクトが足りないよみんな。なんかもうみんながほら会長有名じゃん。もうほぼ配信者寄りじゃん。だからみんながいじるのよ。なんか女の前でシャシャル会長とか、うん、そう。会長もそれ分かってるから生放送のり全然怒らなかったんだけど、超失礼なコメントが流れた。猫さんはあれだよ、俺みてえのさ、あのゴミクズは好きにならない。猫さんはね、男見る目あるよ。あの会ってみて分かった、話をしてみて、猫さんはね男見る目すごいある。俺みたいなゴミクズなんてね相手にもしないよ。いやいやいや、僕は風天なんで。車トラジローになりたいですよ。納豆うまかったな。もうちょいか、あと2回か、スパーリングあと2回だ。スパーリングあと2回。いや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 、いつダメになるか分かんないですもん、ほんと。まあでも頑張りたいですね、せっかくのチャンスなんで。リスナーさんに飯食わせてもらってるんで、なんか体張っていきたいですね。息子にはいらない。名言。確かに息子は嫌だ。すごい、半年に一回会う友達ぐらいでいい。最近なんかあった。練習でみんな怪我してるよ。みんな怪我してるよ。あ、息子さんと同い年なんだ、れいこさん。若いっすね。全然わかんなかった。それも手だ、それも手だ。しゃがんじゃうのも手だ。な、分けざるを得ないから。男のロマンいっぱいっていうか、まあ楽しいよな。あの、言っちゃ悪いけどさ、あの、ね、普通に働いてる人から見たら遊んで暮らしてるようなもんなんだから。うん、理解ある人からするとね、頑張ってるじゃんって言うかもしんないけど、普通の人からしたら遊んで飯食ってんだろって言われちゃうよ。でもね、こうやってリングの上立たせてもらったりとか、いい経験させてもらってるよ、本当に。普通の人生だったら絶対ないもん。俺中卒でしょ ?30 過ぎてるでしょ?アルバイトしかねえよ、もう。派遣社員とか。よくて派遣社員だよ。それがさ、300人の前でリングに立てんだもん、興行で。こんなチャンスないよ。それは本気でやるでしょ。あ、そうっすね、そうっすね。じゃあ、同い年ですね。うん。32だったら。僕、32になったばっかりなんで。一回ブレイクしたからもう一回鳴らした方がいいかなと。なんだよ、じゃあもう一回一般半から。はい、撮ってます、ちゃんと。いいよ、いいよ。平和な国人の感じ。アメリカ人も素人がそんなルール見えだろうな、途中でゴムだよ。ゴムならして終わりなんだよ。痛かったな、これ。ボディ、いいボディ打つんだよ、会長。これは綺麗なボディだよな。ボディすごいいいよ。会長のかっこいいよ。これ痛いぞ、本気で打たれたら。
か。もちろんもちろんもちろん。あ、ぜひぜひまたお会いできるの楽しみにしてます。レイコさん、なんかうわ、いって聞くんだこれが。まあね、そうだね、新しい時代のね、新しい新しいタレントでしょ。芸人だよ芸人、体張ってなんぼだよ。やろう、うん、あ、もちろんもちろん、ありがとう。マチルダ、ありがとう。いや、スパルタだよ。はい、終わり。きついよ、この練習。会長39かな？いつだったか覚えてないですね。30代だったはずですよ。34。34だったはず。結構若いっすよ、会長。知り合いに似てる？大阪の人っすよ。大阪の人、会長。IT 系の会長です。あの、会社やってますよ。リスナーさん。金梅さんのセコンドです。34だったかな？もしかしたら39かもしれない。IT 系の会社経営してますね。こっから先はもう記憶ねえわ。こっから先はもうマジで記憶ねえ。今のボディで聞いてたらちょっとやばいですね。10% ぐらいですよ。近い。あのボディを練習したんです。試合再開まで10秒。最後の3が知り合い、姫路だから。あ、違いますね。大阪なんで。うん、でドルさん、次の週金属バットに変わったから、うん。まあね、批判はしょうがないよね。まだできたばっかりだから、配信も。まあ10年経ってないの。ディフェンスしてたら怖くないんだ。ちゃんとカバーしてれば。カット練習させて、その弱ってる時にこそ、これだってロープ倒れるもん、一発になプラスティックカラーバットにしとけ。おお、ブルマジンさんいらっしゃい、チーズ。次は何で来るのかな。次は釘打ち木製バットで来るんじゃないかって噂だよ。毎回武器がね、お約束になってるから。息するので精一杯。チアノーゼって言うんだよね。もう負けんぞこれ、ペグに。サンダーのこれだったら。何もしてないで、動け、動け。いや、北斗の剣っていうかもう、男臭いよね。これは、1週間前ですね。先週の日曜日ですね。挙兵いらっしゃい。ちょうど半分だぞ。ハリセン、そう、3回。何でもいいからもう今日やんなくていいの、出せ。みんな真面目にやってますよ。僕も3ヶ月真面目にやってきましたね。出すんだ、出せ。出せ。ドレハラさん。出せ。ドレハラさん。もう過呼吸状態だよね。過呼吸状態。そりゃそうだよ。だって一番弱いんだから気持ちで勝たないと。俺が一番弱いんだから。そんなの。技術もないし。戸塚ヨットスクールだよ。これは負けるな。これ試合だったらもう確実に負けてたね。お前自慢の前で恥かくの。
おい、えい、俺にも恥ずかかせんのかな、えい、おい、えい、体に力が入らない。グローブ重いとかいうレベルじゃないもう。倒れるかと思ったもん。これはね、もうね、本人しかわかんないよ。完全なガスケツ。運気が上がらないです。みんなこうなんだ。3週間あげた。3ラウンド目がやばい。1年離れてるんですよ。3ラウンド目は地獄だよ。なんで便所さん3ラウンド制にしたんだっていう。こんばんは。聞いてない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 。いや、ちょっと聞いたよ。ちょっと聞いたちょっと聞いたよ。やってきたんで買うよ。人間無意識にパンツキック出すときに息止めるから。そうなんですよ。そう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 。本当にブルマジンさん正解。そう。だからボクサーってシュッて言ってわざと息を吐くんですよ。便所さん来週来ますよ。学生時代、そう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 。ましてや俺なんかニートのさ、ニートが仕事みたいな感じだからさ。時間が長くっていうかもう時間感覚ないっすね。この時は。もう永遠に息をずっとし、息しかない。頭の中息だけ。酸素をずっと探してる感じ。いやーすごいっすよ。本当に格闘家は本当にすごい。12ラウンドって化け物だからね。そう、種に意味あるの。リラックスして、早いパンチを出すのもそうだし、わざと呼吸を吐いて吸うために、吐いたら吸うじゃん。種は理にかなってるんだよ、あれ。種って言わない方がおかしいんだよ。ドレさんも言ってるよ、シュって。言ってねえわ。でも結構みんな言ってるよ。これが上手い人のやり、上手い人の戦いだとこうなるんだ。格闘家の戦いはこうなるんだ。もうフェイントの入れ合いだよ。時間差で今蹴ったんだよ。わざと 0.5 秒ぐらいタイミング外してんの。足上げてから。フェイント、もう高等技術だよ。時間差キック。そう。止まったと思ったら急に動くから、ドレさん、それが怖い。ゆっくり動いていきなり速くなるの。ポンポンって動いてバーンっていきなり来るんだよ。いや、ヒカルくんはもうずっと動いてるよ。あれは化け物だよ。ヒカルくんがおかしいんだよ、あれ。ずっとアップしてるからね。ヒカルくんがスタミナ切れてるの見たことない。今、3400人ぐらい見てますよ。強これ1分どれさん強吐く瞬間は力入らないって聞いたことある。うんとね、インパクトの瞬間息止めるんだけど、モーションの時に息吐いてますね。シャッって言って同時ぐらいに止まる。インパクトの瞬間は止まってますよ。うん、ランナーズハイとは違うじゃない。あ、ごめんなさい、言えないです。場所は。特定とか、めんどくさいんですよ。ごめんなさい。本当はね、オープンにやりたいんだけど、バカが通報とかするんで、ごめんなさいね。うん。よし、頑張った。しかも前の日にさ、あれだよ、うなちゃんマンと朝まで飲んでたんだよ。で、寝ないで症状行ったんだよ、ヒカルくん。どんだけ体力あんだよ。ごめんなさいね、アツシさん。もう一発、ね、ドレさんだって息上がってるんだよ。ドレさんだって1ラウンドでこういう状態なのよ。あのドレさんがだよ。今見た？これ分かる人にしか分かんないと思うけど、ドレさん少し肩で息し始めてたんだよ。あのドレさんがだよ。
3ラウンド目に入ったらみんな、まあ俺のは極端にひどいけど、みんななるんだって。あれ、また YouTube 重てえな、今日。ちょっと待って。ドレさん、ちょっと疲れてたでしょ？あれ、止まっちゃった。あれ、固まった？フリーズですか？ YouTube さん？ YouTube？ もしもし？ビル・ゲイツ？ビル・ゲイツさん？あ、青じいらっしゃい。ちょっと待って、ビル・ゲイツに。ビル・ゲイツ？ちょっと。おい、調子悪すぎだろ、今日。青じいらっしゃい。すごいことだよ、これは。キックで12ラウンドしたら死ぬ。シュっていうタイミング一瞬入れるからインパクトの瞬間だけ力入る感じ。だからプロはハイブリッドした。あ、そうっすよね。そうっすよね。本当に。まあ、これ最後にしようか。これ最後にします。まあ、青山天性だよな。動きの良さ。反射神経。体の使い方のうまさ。素早さ、スタミナ、こいつは天性だよ、本当に。才能一番あるのはチャンピンだって言ってた、ドルさんは。才能一番あるやつと才能一番ねえやつが戦うんだよ。おかしいだろ。才能あるやつ VS 才能ないやつだからね。ステップインジャブだしさ、チャンピンの相手俺、あ、あのスパーはヒカルくんね、うん、スパーはヒカルくん。ナイス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 ちょっと待って、練習してないのにダッキングだよ。ウィービングからのダッキング見せたんだよ。これ、こんなのある？反射で避けやがったんだよ、ダッキングで。ありえねえよ。あの、技なの、ウィービングって言って、体をこう、かがんで、フックを避けやがったの、こいつ。見ててみ。いや、運動神経と、要はセンスがいいんだよ。こいつ覚えたらほんと、ほら、パッて避けるでしょ。だからもう、あの、反射神経とかがいいのよ、とにかく。ブルマジンさん、放送なんで、ブルマジンさん。もうブルマジンさんだったらこれでわかると思うんで、放送なんで。ブルマジンさん。ブルマジンさん放送中なんで、はい。盛り上げましょうよ、当日まで。ねえ、ブルマジンさんいいよね。サンピエ。こんばんは。この後、この後見ててよ。この後ね、この後。ヒカルくんのフック避けるから。見ててよ。この後。これ。これなかなかできないから。クロックグローブは俺の対戦相手のテルチャンピンですね。反射と動体視力、スタミナ、反射神経、まあピカイチだろうな。センスはあると思いますよ、正直。だから技術がないからディフェンスがダメなんだ。技術がないからディフェンス、後手になるとダメになるんだけど。センスやばいっすよ。タバコとかないから試合に。だから、これ技術覚えたら俺勝ち目ねえもん。体幹強いですよね。これ3回やんだぞ。残り1分。リーチが長いのは予想外だったんだよな。わからん。うま
わからんの。いや、リーチが異常に長いんだよ。ジャブが相当長いから。リーチ俺の方が有利だと思ったら俺と変わんねえんだよな。腕なねえんだよ、サンピン。ブレイク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 肩ろ。まあみんな私服だからな。ヒカルくんは普通にね、素直なんだよ。飲み込みが異常に早いの。ヒカルくん飲み込みの速さ抜群だから。いや、みんなどよめいてたよ。あれ、チャンピン普通に強えんじゃねえのみたいな。チャンピン普通に強いよ。あるよ。まあこんな感じですかね、うん、結構遅くまでやっちゃったよ。そろそろドルさん放送始まるのかな。ドルさんに引き継ごう。もうドレハラさんが始まるでしょそろそろ。ワードっつってリング上がるんかいっつって。やだな、練習の時のドレハラさん怖いもんな。え、何時からっすか。あー、おやすみなさい、レイコさん。そうっすね、もう時間ないんで、今から走って、ドレさんの放送を見ながら走るのが日課なんで。ドレさん何時からっすか。ドレさんの放送を見ながら僕走るんで、ちょっとこれ見ようか。うん。ドレさん時間だけ教えてもらいたいっす。ちょっと俺、ユニフォーム着るわ、ランニングの。いや、まだやる。ドレさんまだだって。走りに行くか。走りますか。夜のランニング。夜のランニング行こう。絶対事故に遭わないですね。下手したら事案ですからね。存在が事案だからね、うん、その格好で俺の戦闘服だからこれ、うん、俺の戦闘服だからもう俺これに汗を染み込ませてこれで当日戦うからいいだろう。ワドちゃんユニフォームかっこいいだろう。なあ、俺しか着こなせないから、俺。かっこいいだろう？かっこいいだろう。これ、小学生とか真似するよ、多分。強そうだろう。これが俺のユニフォームだよ。お尻プリプリ。お尻プリプリだから、ほら。ういーういーういーあー、もう完璧だよ。俺はこの服でチャンピンに勝とうと思ってるから。えいえいえい
行くぜ、勝つぜ俺は。おい見ろこの太もも、おいカッチカチだぞ、カッチカチだぞ、おい。ああ他に模様入ってっから、いいだろう、いいだろう、かっこいいだろう。まあ、俺クラスになるとね、やっぱユニフォーム買ってくれるリスナーさんとかいるから、俺クラスになるとスポンサーついちゃうからね。若頭だね。若頭2時50分だよ。多分格闘技界でこの、これで戦ってるやつ見たことないでしょ。胸にね、いいでしょ。これデザインめちゃめちゃかっこいいからね。ドレさんの放送を見ながら、俺はこれで走ってるの、夜中。ドレさん何時からなんだろう。ドレハラさん。まだって言ってから全然コメントないもんね。そうだね。やっぱセンターだよね。受け狙いじゃないって。受け狙いじゃないって。俺夜中走ってるね。夜中、ドレさんの放送とか、うなちゃんの放送を見ながら。全然違うって。プリップリだよ、ほら。お尻も。プリップリだよ。うん。うん、ねんねん、宮城行くよ。ほら。見て、この太もも。この鍛え上げた太もも。いいだろう？いいだろう、この太もも。おい。いいだろう。強そうだろう。これ高いんだよ。上下でいくらすると思う？めちゃめちゃ高いから、これ。赤い妖精。ああ。見ながらっていうか、まあ、ヘッドホンして、音声だけ聞きながらっすね。たまんねえだろう。今日ファンサービスだから。今日の放送見た人ラッキーだよ。俺の勝負服見れたんだから。俺の勝負服なかなか見れないよ。いいだろう。プリケツだよ俺。俺がねローキック強いのは、実はね、親父、おじさん、お父さんの弟は相撲取りだったの。で、親父はキックボクサーなのよ。だからね、うちの家系、親父の DNA なんだけど、足が異常に発達してんの。ほら。競輪選手みたいでしょ。わかるでしょ？ボディースーツの上からでも。太ももが異常に強いのよ。わかる？わかる？このケツのデカさと太ももの脚力。ショーパン？そう。実はね、太もも、ローキック、やばいよって言ってんのこれなのよ。俺実はね、ローキック一回も本気で蹴り込んだことないの。練習中も。実はね、3割ぐらいの力で全部蹴ってんのよ。あ、おい。チャンピエン。お前には本気のローキック見せてやるよ。あれも結構効きましたね、花火スクワットも。だいぶ効いたね。だからこの太ももで本気でローキック蹴り上げたら、チャンピオン足行くよ。絶対行く。うん。お、ズワイガニだ。久しぶり。うん。いや、もうこのローキックは痛いぞ。だから俺はあえてジャブの練習しかしてこなかったんだよ。ローキックをお見舞いするための全部布石だから。わかりる？なんで俺がスパーリングとかずーっとこのストレート。この直線を描くストレート。わかる？綺麗だろ？拳がそのまんまでかくなるから。ああ。
これで行こうぜ。このエヴァンゲリオンユニフォームで俺は行くよ。あ、なんかかっこいいよな、これ。なかなかいいよな。これ、シャツインなのかな？シャツインした方がいい。シャツはインした方がいいのかな？最高にかっこいいユニフォーム手に入れたからな。あ、あ。また女性リスナーが増えるな。また女性リスナーが増えるよ。残念だけど。しょうがないね、これは。また俺の体目当てのね。ファールカップだからさらにもっこりになるよ。ファールカップつけるから。さらにもっこりでいく。どっからどう見てもファイターでしょ、多分。どっから、初見さん来たらファイターですかって、初見です、ファイターですかってコメント絶対来るから。食べ配信やるよ、全然やるやる。初見は絶対俺のこと、あ、格闘家だわって。いや、これ結構高いからね、言っとくけど。写真撮影全然 OK ですよ。ドレハラさんまだ始まんねえのかな。ドレハラさん遅いよ今日。よし、じゃあ俺走ってこようかな。ドレハラさんやらないみたいだから。腹筋バッキバキだよ俺今。腹筋すごい、ほら、バッキバキだよ。シックスパックっていうか俺8パックなんだよね。あ、腹筋って6個に割れるか8個に割れるか遺伝なんですよ。バッキバキですよ。うん。ボディは効かないよ。ボディは効かない。俺には。もう鍛え抜いてるから。バッキバキだから。ボディ効かないっすよ。打てるもんなら打ってみろよ、この野郎。俺の腹筋貫けるなら。俺の腹筋貫けるボクサーなんかいねえよ。勝ったな。勝ったわ。勝ったな。バッキバキだよ。バッキバキ。俺の勝ちだよ。よし、じゃあ俺走ってくるわ。みんなお疲れ、ありがとう。みんなお疲れ、ランニング行ってきます。お疲れ様です。おい、俺がよ、俺の放送終わったらよ、ウナの放送行くんじゃねえぞ。なあ、和道からとか言うとよ、怒られるからよ。和道からって言うなよ。わかったか。わかったかって聞いてんだよ。おい、じゃあな。
お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。